手をつなぎながらニコッと微笑
HKT48 必須アニバーサリー39時間ぶっ通し祭りみんなサンキューって手をつなぎ7公演が始まりました。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはじめに僕らの風マンゴーナンバー2手をつなぎながらチャイムラブソング4曲続けて聴いていただきましたが、皆さん盛り上がってますか？もっともっと盛り上がれますか？ありがとうございます。ここからはお題に沿って一人ずつ自己紹介をさせてください。今日のお題は意気込みです。それではマリアちゃん、よろしくお願いします。はい、その名もって言ったらグンマリアって言ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、グンマメルの女の子、小さいけど夢は大きいです。その名もグンマリア。福岡も群馬も大好きちゃん、チーム T2 の13歳マーさんこと今村マリアです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は今日のために気合を入れようと思って髪の毛を10センチぐらい切ってきたので、そうだからちょっと涼しいです。はい、その気合でもっともっと輝けるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校1年生16歳のチーム T2 エレタンこと坂本エレナです。ありがとうございます。ありがとうございます。と、私はですね、手をつなぎながら公演は3周年のリバイバル公演で1回だけ出させてもらったんですけど、今回はチーム T2 と4期生っていう初めてのメンバーでの構成なので、すっごいすっごいみんな気合入ってるので、私も負けないように今日の日のためにちょっと筋トレをして腹筋を鍛えてきたので頑張ります。今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、一番輝いてる花はって言ったら花ちゃんって言ってください。お願いします。一番輝いてる花は花ちゃん。ありがとうございます。博多で一番輝く花になりたい HKT48 チーム T2 の松岡花です。ありがとうございます。ありがとうございます。花はですね、昨日 M ステだったんですけど、昨日の夜東京から福岡に帰ってきてこう頑張っているので今日もハイテンションで頑張りたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校3年生17歳のソロアーティストになりたいチーム T2 副キャプテンの深澤葉月です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。私はですね、手をつなぎながら公演は初期の頃に1期生さんがずっとやってきてた公演なので、その伝統を引き継いで、そして超えれるように今日はみんなで力を合わせて頑張っていきたいなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私があなたの児童へ、ほらちょっと困るじゃん。はい、私があなたの児童へって言ったら任命とお願いします。はい、私にハートを奪われたあなたは私をあなたの児童へ任命してください。ありがとうございます。宮崎県出身高校1年生児童エネルです。ありがとうございます。私はですね、緊張しすぎて本番前に号泣しちゃって、今も泣きそうなんですけど、もう緊張を忘れて楽しめるぐらいこれからもっともっと頑張ります。頑張れ。目から汗が出てきた。大丈夫だよ、真面目か。ナイスツッコミです。で、一期生さんを超えられるように今日一日頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。言わないでください。
ですね、あの皆さん、あの外に飾ってある木に手形がいっぱいあるの見ましたか？あそこの手形にですね、私の手形見たことある人っていう人、いや数人ですね。あのですね、あの私その手形に書いたんですけど、実は左手の手形をこう書いてる時に気づいたんですけど、この中指のシワのところに私 HKT っていうシワがあるんですよ。じゃあ皆さん自分の中指見てみてください。そんなシワないですから絶対。嘘やん。マジ早すぎ。論破早くない？意外に多いみたいな。まあ、あの本当に後で SNS にあげるので皆さんぜひ見てみてください。今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、毎度毎度毎度、あの串カツの頃もっと聞くのでサクサクとお願いします。大阪名物串カツの頃もサクサク。みんなのハートも日向の衣で包んだんでサクサクサックン長、高校1年生15歳の松本日向です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの今日の手綱公演はあの T2 さんと4期生でもう人生で1回しかできない経験なので、もういや勝手に1回にしないでくれ。いつかそれがちゃうじゃん。ちょっと分かんないよ。分からないですけど、うん、1回かもしれないので、ね、あのもう一生思い出に残って最後の最後まで全力で頑張るので応援あよろしくお願いします。イエーイ。はい、 HKT48 チーム T2 のさえちゃんこと栗原さえです。ありがとうございます。ありがとうございます。知ってる。ですね、私は何を隠そう、さっきまでここにいてあお泊まりしてたんですよ。でそう、お疲れで今日あの一睡もしてなくてこの公園立ってるんですけど、もうなんか眠い通り越してテンションやばくて。あら、点上げですか？いや、ちょっとそれは違うんですけど、なんか楽屋でも一人でなんかね鏡見ながら笑ってたり、うん、怖い怖い怖い、ちょっとやばいな。やばいよ。でも今日は、私のテンションに負けないぐらい皆さん盛り上がれますか？盛り上がれますか？ありがとうございます。その調子で盛り上がっていきましょう。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がナッピを呼ぶときはと言ったらルルルルってお願いします。はい、はい、はい、北海道から北の高校3年生18歳のナッピこと雲上ひろなです。ナッピを呼ぶときはルルルルルで呼んでください。キツネと一緒に会いに行くべさん。ねえねえねえ、自分のキャッチフレーズ恥ずかしくならないで。大丈夫、頑張って自信持ってやろ。ひろながみんなのめんこちゃんになるの、よろしくお願いします。えかわいい。それ恥ずかしいやつ？それ恥ずかしいの？恥ずかしい。下野さんみたいに言わなくなっちゃうかも ね、 ね、困っちゃう。どうぞ。私は初めての公演で今日がで初めてここにこのバックダンスはここら辺なんでここに立ったんですよね。何の説明だ。立ったんですよね。そう、でもさっきの記憶もないし、いつ気絶するか分かんないんですけど、大丈夫かなこれ。ちょっと待って、大丈夫？もう記憶がちょっとなので緊張しないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張って。はい、高校1年生15歳のチーム T2 荒牧美咲です。ありがとうございます。私は3周年のリバイバル公演でも手をつなぎながら公演は出させていただいて、でもその時は13歳くらいでまだ全然なんか大人っぽいとか全然少しも言われなかったんですけど、最近はたくさん言われるので大人っぽい楽曲をこう頑張っていきたいと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が包もうって言ったら探そうって言ってください。よろしくお願いします。つっつんを探そう。ありがとうございます。佐賀県出身16歳のつっつんこと筒井理子です。
ありがとうございます。はい、私が言いたいのは一つだけなんですけど、あのこの一期生さんがずっとやってた手をつなぎながら公演をあのチーム T2 と4期生のみんなでできることが嬉しいので今日一日頑張りたいなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校2年生17歳のチーム T2 のゆうなこと山内ゆうなです。ありがとう。知ってる。私はですね、私も2回目の手綱公演なんですけど、前の時は1期生さんの周りを見れば今田さんだったり今田さんしかおらんやんですけど、今回は私たちが一番先輩なのでフレッシュ、おお、フレッシュに頑張りたいと思います。はい、今日は1日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が天尾と言ったらと言ったら天音って呼んでください。はい、天尾、あ、ちょっとすいません。博多といえば天尾、天尾といえば天音。ありがとうございます。いちごがちょっとだけ好きな高校2年生17歳月足天音です。知ってる。今日すごい緊張してオーバーチュアが流れた時にすごい涙が出てきたんですけど、曲が鳴り始めた時にすごいふーってなってなんか楽しかったです。1期生の1期生さんの公演はよく DVD とかで見てたので、もっと超えられるように頑張っていきたいと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、チーム T2 キャプテンの山下ミリーです。ありがとうございます。知ってます。はい、今日はですね4期生とチーム T2 ということで、私たちが先輩なので、みんなを引っ張っていけるように頑張りたいなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、今から小田が質問したら OD って言ってください。はい、卵かけご飯といえば TKG、 穏やかといえば ODA。 あ、ちょっと初めてしてみました。いいよ。高校3年生17歳 ODA こと穏ちゃんこと穏やかです。よろしくお願いします。イエ。怖い怖い、不思議不思議、怖いよ。今日は T2 さんと4期生で、小田は T2 さんはマイク切ったな、手汗すごいすごいんですよ。言わないのそれを。言わないのそれを。ちょっと染み込ませてます。乗らなくていいからね。T2 さんは、小田はなんかフレッシュツアーで初めて一緒になって、結構関わりあって仲いい先輩がいっぱいいて、テンション上がってるので、フレッシュさを爆発させたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がエスプレスユリーと言ったらモカちゃんと大きい声でお願いします。ありがとうございます。コーヒーよりもエスプレスよりもモカちゃん。ありがとうございます。みんなに愛される甘いアイドルになりたい中学2年生の13歳武田智香です。モカちゃん。知ってた。私はちょっと緊張しすぎて言いたいことを忘れちゃって、ちょっとずっと今考えてたんですけど思い出せなくて。なので、まあ、とりあえずちょっと考えたの、ます。なんか、まあ、今回はその4期生と T2 さんだけなので、そのこれまでも結構 T2 さんと一緒に何かをするってことは多かったんですけど、今まで以上に距離を縮められるいい機会だと思うので、お、うん、もっとたくさんお話しして。公演中に、はい、はい、あれ、はい、そうだね、曲中。そうだね、うん、間とかにもなんか踊りながらアイコンタクト取ったりして一緒に楽しみたいと思います。皆さんも一緒に楽しみましょう。今日一日よろしくお願いします。イエーイ。皆さん盛り上がる準備できてますか？イエーイ。できてますか？イエーイ。で
NCT48 フィスアニバーサリー39時間ぶっ通し祭り39点、手をつなぎながら公演、以上のメンバーでお送りします。続いてはさまざまなユニットの登場です。まずはこのユニットから。外から朝の光が溢れ出す Sunlight, Sunshine ダムの門を開けたように、今清き水が流れて砂漠の街を満たしてく。
目のピアニ
もう2日目最初の公演ということで、ね、まずは、まあはい、あの1日目を思い出しましょう、はい、皆さん、はい、結構日が経っているので、ね、何か昨日した方いらっしゃいますか。昨日は私は8時からパーティーが始まるよ公演して、あ、昨日も朝から、昨日も朝から、朝おはようございます、大丈夫なんですか。あれなかなかね、すごいですけど、でもなんか新しくてすごい楽しかったです、はい、そう、なんか、よかった、なんだろうな。朝だからこそなんかテンションが上がるというか、はい、あ、そう、わかります。ミルさんは そうなんですか、はい、多分そうなんです。朝テンション上がる系の方なんですか。朝テンション上がる系なんですか。知らなかったし、ちょっと変わった新種の、ちょっとお昼下がっちゃうみたいな。お昼下がっちゃうダメなんですか。まあでも朝上がるということでね、新しい情報ゲットということで、はい、他に何かした方、はい、はい、マリアは今日もしたんですけど、うん、あのラジオ体操とヤクルトの乾杯なんですけど、そう、あのそのためにね、いつも今日と昨日3時に起きて、夜中のちょっとしか寝てないんですけど、そう、夜中に起きたんですけど、すごい楽しくて、いっぱい来てくださってて楽しかったです。ありがとうございます。この三畳期っていうのを本当に言いたくて、マネージャーさんに言っていいですかって顔を確認してましたからね。三畳期だったから、ね、大変だもんね。いた方いますか、マリアちゃんのラジオ体操一緒にした方。あ、いっぱいいる。ありがとうございます。皆さんね、うん、こうしっかりと動いてくれて嬉しかったです。皆さんラジオ体操一緒にしたんですか。三種って、ありがとうございます。これ楽しかったですか、マリアちゃん。あ、楽しかったです。実はあったけど楽しかったのかな。はい、よかったです。つっつーさん、昨日何かしました。は、脳内パラダイス公園に行きましたね。あ、あれ、なんだっけな、くるくるパー、3期生
はい、そうそうやけど、あの3期生のデビュー公演、うん、そうデビュー公演ね、そうなんだ、そうなんですね、だから約3年ぶりぐらいの、じゃあもう涙が出ちゃうんじゃないですか。そうなんです、あのけました、違うリコは泣いてないんですけど、うんうん、あのリコのファンの方がもう、うん、ほとんどの方が泣いてたらしくて、らしくて、うん、そうコメントいただきました、いいですね、マネージャーさんもうるうるくるって言ってましたもんね、そうなんですか、見ながらずっとうるうるくる、リコうるうる来て3年前いなかったけどうるうる来ちゃいましたということで、じゃあ誰が締めてくださるのかな、はい、ですね、まあ5周年はねもうあの今日で、はい、もう公演終わっちゃうんですけど、最後までこの公演盛り上がってください、盛り上がれますか、ありがとうございます、はい、 HKT48 フィフスアニバーサリー39時間ぶっ通し祭り、みんなサンキュー対手をつなぎながら公演はまだまだ続きます、続いてはこの曲です、どうぞ、制服を脱がせる前にもう一度だけ好きだ
Yeah.
スロ、ロマンスロケット、ロマンスロケット恋の傾向と対策を聞いていただきました。イエーイ。というわけでですね、今日の前半 MC は、はい、びっくりしたことなんですが、びっくりある人。はい、じゃあひなたちゃん。はい、あの、びっくりしたことは、ひなたがびっくりしたんじゃなくて逆にびっくりされたことなんですけど。おー、何？あの、セレクションの時代で、はい、まだ HKT にお披露目してない時代なんですけど、その時にみんなでお弁当を食べてたんですよ。そしたら、ねね宮崎県出身なんですけど、東北の地震があったじゃないですか、はい、だいぶ前に。でその時に大丈夫やったって、宮崎出身やから、東北の地震大丈夫やったって言ったら、おかしいね、何言ってんのって言われて、それまで宮崎県が上やと思ってて。え、どこ県民、どこ県民ですか？大阪県民。ああ、大阪府ね、しかもね。大阪府ね、バカがいる、バカ。バカだ、バカだ。バカじゃないんですけど、バカやな、うん。バカじゃないんですけど、いまだにそれを、あれ、いじられます。ああ、なるほどね。47都道府県は覚えた方がいいよね。マリアでもわかりますもん。あなた教えてあげなよ、マリア。宮崎県はどこにあるの、マリア。九州地方。お、え？あの、多分合ってると思う。ちょっとここら辺把握できないから。オッケー。じゃあ、あの、47都道府県ね、マリアに教えてもらってください。はい、次ある人。はーい。じゃあ、まねちゃん。はい、私は、ユニットがウィンブルドンだったんですけど、それにびっくりしたんですよ。なんか、純愛のクレッシェンドとか、ただいま恋愛中の時にやらせていただいたじゃないですか。やってるね。ぽいぽい。なんか、4期生の中では、あまねはなんかセクシー担当みたいな。確かに、決まりがあって。ウィンブルドンってやれた時になんかみんな、私も驚いたんですけど、みんなが驚いて、なんか地上絵とかはなんか、あ、なんであまねなの、なんで私じゃないの、私がいい、私がいいとか言うんですよ。なんか大体入った時って結構なんか元気系が多いじゃないですか。すごい溢れてる愛人感が半端なくて、なんかちょっといけないオーラがブンブン出てるので、まあ確かにウィンブルドンが来たらびっくりするかもしれない。イノセンスもね、歌かっこよく歌ってたし。あ、そうだね、中西さんポジで、なかなかいい愛人感でしたよ。はい、他にある人。はい、じゃあ ODA。 お、やった。ODA は結構宇宙人見たってみんな知ってる、ね、よく聞いてる、ね、よく。それで、あの、見た、あの、どういう感じだったかっていうのをいつか言ったことあるんですよ、それで、この間の名称渡し会の時に、はい、俺も同じの見たよって言って、だから、あのいつもなんかキャラ大丈夫かなみたいな、やれるんですけど、あの、本当に見たっていうのが証明できて。なんで、なんで、でもその人も頭おかしい人かもしれない。頭おかしいかもしれない。あの、やっぱ ODA のファンになる人も ODA のような頭の中なのかもしれないね。そうかもね。似るのかもね。じゃあちょっとおかしいってことで。どんなの見たの？あの、あ、こんなんです。え、本当に？これクラゲじゃない？え、今作ったんじゃね？ね、今だ。あー、悔しい。あ、ほんと否定しないから本当かもしれない。なんか、本当に見たんだね。本当に見たの？そうなんですよ。だから、同じの見た人がいて、二人見たんですよ。それ見たことある人さ、いるか、これ聞いてみようよ、今。宇宙人？うん。いるのかな？いる人？いない。やっぱり、それは、夢の中なんじゃないかな？夢だよ、多分、夢。そうそう、夢じゃない、夢じゃない、夢じゃない、絶対見たと思う。うん、ビビはいたと思うよ。はい、次の人。はい、はい、マリアちゃん。はい、マリアはですね、今日楽屋で、マリア自分で可愛いってなんかふざけて言ったんですよ。いつも言ってんじゃん。いや、違う、違う、言ってない、言ってない。そしたらなんか神様が違うって言ったのか、めっちゃ咳込んで喉痛くなっちゃって、だからマリア可愛くないのかなって悲しくなりました。やばいか、どんなふうよ。マリア、これ求めてたんでしょ。ずるいな、うまいな、ずるいな、うまいな、本当に中1か、おい、中1です。4期生もね、これ見て勉強してください。はい、他にある人。はい、はなちゃん。はなはですね、もう1年が終わっちゃうこと。あ、確かにね。確かに、終わっちゃう。確かに、確かに終わる。今年って本当にいっぱいあって、めっちゃ早い。だって、あの、2月にサシコドソレイユあったんですよ。やばくないですか？なんかみんな分かってるよみたいな感じの雰囲気なんですけど、私たちからそれやって、夏のホールツアーもあって、ね、昇格もしましたし。そうね。確かに。いろんなことがありましたね。詰め詰めやね。そう、だから、4期生も今年入ったし、もう11月だし、びっくり。びっくり、確かにね。そうですね。びっくり。っていう話。はずきさん。はい。
私は今日公演前に、はい、あのマリアから急にほべたにチューされたことですね。できてるんですか？いやなんかそういうのされるタイプの人じゃないからすごいなんかうんキュンときた。やだでも誰にもしてるよ。誰にもしてる。さっきリサにもユウちゃんにもしたし。あそれ悲しいでしょ。マリア誰にでもするんだ。さっきビビアンにもしたしね。ねチューしたね。やめて。何の話してんの？ダメ。じゃあ他に何かある？あみんな言った？あ、なんじゃいちゃん、はいはい、どうしたの？私はちょっと面白くないかもしれないんですけど、うん、いいよいいよ全然いいよ大丈夫かわいいからいい、あの北海道に、うん、北海道から来たんですけど、うん、あの今って北海道も雪かきで大変なんですよね、うん、マジで積もってる？そうなんだいいな。こんな積もってて、そうだから、これ、ま、これはマジで？書かなかったらもうこんなんです、ね。本当に？これ絶対話持ってるでしょ。これは。本当テニス部だったんですけどテニスコートのもうこんな。いやテニス部なの知らんけど。テニス部なのはちょっと知らんけど。そうなん？そうそれで、福岡もう今めっちゃ暑いじゃないですか。暑いね。うん、で確かになんか今おダンスしてるから暑いんだよ多分。ああの外も暑いじゃないですか。それであの。そう暑いんですよ広田は。北海道に比べてね。そうね。そういうことね。比べてたね。そう、それでこの間美容室に行ったんですよね。美容室に行ったのね。そしたらコート着ていかなかったんですよ。で帰り際美容師さんに、うん、あれコートって どこに置きましたかって言われて、うん、着てないですって言われたら鼻で笑われました。なんで？なんかでも北海道で寒さに慣れちゃったから。そうなんか常識ないみたいな感じ。なんか4期生ってなんか大阪とか北海道とかすごい遠いとこから来てる子いっぱいいますよね。確かに。うん、っていう話なんですけど、はい、終わりがやっぱり一番びっくりした話ですから、ね、私は、はい、そうですね。ということで次はじゃあ後半組です。どうぞー、どうぞー、イエーイ、さあ後半組は、はい、せっかくなので今日ここで言いたいことを話していきたいと思います、はい、じゃあね4期生のねねちゃんどうですか？はい、はい、私4期生のみんなに言いたいことがあるんですよ。おお、文句ですか？はい、文句です。文句ですか？何いるよ、もかちゃん。どうしよう、文句なんですけど、うん、あの、はい、すごいなんか食に飢えてるんですよ、4期の皆さん。食いしん坊ってこと？そう、あと3つとかしかないお菓子を持ってても、うん、え、3ついいじゃん、ちょうだいみたいな感じでもう全部食べてっちゃって、うん、しかも揚げ句の果て、この間私あげたのに、え、なんで今日くれないのみたいな喧嘩をしだすんですよ、この人たち。だから、いやでも可愛らしい喧嘩じゃないですかね。ね、そうですかね。でもなんか、昔は3期生もあったよね、あったね、あったね。でも、なんか3期生は、うん、あの、美咲とエミリーすごい喧嘩したことあったし、もうびっくりした。仲悪かったよね。そう、すごい喧嘩っぽい。仲悪くはなかったけど、あ、ごめんなさい。まあまあ、ちょっとね、喧嘩して。なんで喧嘩したの？あれ、あのね、私が、うん、ここ、こういうふりじゃない、先生に言ってみようとか言ったんですよ、私が、うんうん、そしたら、エミリーはもう言ったらいいじゃんって言ってきて、でもなんか、私はなんか先生にそんな言えるタイプじゃないから、あん、でも、みたいな言ったら、なんだろう、ちょっと言い合いになっちゃったみたいな。多分ね、誰も分かってないかもしれない。私も分かんなかった。でもね、くだらないことだったよね、今のね。そうなの、ちょっとしたことでのね、そうそうそう、あれが多かったね。もかちゃんあります？はい、私は、うん、あの T2 さんと、はい、他の4期すごい話してるんですよね、うん、裏とかでも、うん、結構何かと先輩が全員いても結構 T2 さんと4期先輩で話すなら、うん、T2 さんと4期が話してることが多くて、喋る、うん、そうなんですよ。でも私あんま T2 さんと喋れなくて、なんで、怖い、わかんない、なんか話さないんですよ。え、でももかちゃんリコにめっちゃカマチョしてくるんですけど。略さないでカマチョって。そうなんだ。え、なんか仲良くなりたい先輩とかいるの？さえさん。いいじゃん、いいじゃん。他は？他はエミリーさん。あれ、待って待って、聞いた人を全部ごめん、なんか他は？あ、虫。なんで？まあまあまあ、じゃあこれからいっぱい話しましょうね。うん、はい。はい。かわいいよ。じゃあ、うん、みーちゃんあります？はい。あの、さえちゃんが、うん、髪染めたじゃないですか。そうだよ。そうだよ。かわいい。めっちゃもう、さ、なんか最初からさえちゃん好きなんですけど、ますます好きになって、MC 中とかももうずっと見ちゃうっていう、ちょっと、危ない人。あ、めっちゃ嬉しい。さえちゃん可愛くて。でもその美容室に行った時に、うん、ちょうどみーちゃんが一緒に美容室に行ってて、第1号なんですよね、見たのが。そうなの。あ、つつもいたか。いた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 。つつ忘れないで、つつ。つつもいたか。
ごめんなさい。しかもさやの横に座ってたんだけどな。そう、3人で行ったんだよね。あのエミリーがすごい、うん、私サイピョンの髪の毛一番に見たって自慢してたんですけど、え違うんですか。違うよ。待って、そんなこと言ってないじゃん。染めたて見た。染めたて、あれあれそう、でもエミリーになんか、うん、染めたら一番に写真送ってねってずっと言われてて、でも写真送る前に見ちゃった人がいるからごめんなさい。大丈夫です。ガチへこみ。みーちゃんがショートにした時あったじゃん、うん、そう、ショートにした時も、うんうん、さえちゃんが一番最初にメンバーの中では写真を見たんです、私のショートを。ーもうお互いだからお互いにこう見合う。大丈夫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 です、大丈夫。はい、そういうことです。そういうことだね。はい、じゃあ、エレタありますか？私は、ユニットをグローリーデイズをやらせてもらったんですけど、うん、フレッシュメンツアーと同じメンバーで、うん、この劇場でできて、すごい嬉しかったんですけど、どうでしたかね？うん、ありがとうございます。よかったよ。ありがとうございます。なんかね、一人一人のソロダンスがあるじゃん、うん、グローリーデイズ、うん、それをもう3人がすごい一生懸命考えてるのがすごい印象的なんですけど、うん、私エレさんどんなのしたの？この格好で。え、ちょっと見たい。いやまた大丈夫。ちょっと違うけどね。いける。大人かったら大人かったらね。ありがとう、うん、ありがとう。ありました。すごいかわいい。かっこよかったです。ありがとうございます、うんうん、なんかバックダンサーもいたよね、うん、今日は。そ う, そう、私出ましたよ。バックダンサー、ね、みんな出てる。そう、頑張りましたね。おお頑張りましたね。いつかこう大人っぽいユニットとかもいろんなユニットを挑戦してみたいなって思ってます。ゆうなもユニット今回。そうなんです。あの、ね、握手会で、うん、ユニット何やるのって言われて、うん、グローリーっぽいって言われたんですよ、うん、あ、うん、そうだよって言っちゃって、なんで正直になんか出ちゃって、だからその人困ってるなって思ったし、うん、あの3周年の時はウィンブルドンをやったんですよ、美咲ちゃんとエレと、すごいロリに挟まれてやったんですけど、ね、挟まれてはない。あ、そうだね。だけど今回は大人っぽい、一気にあの雰囲気が変わったので、うん、なんか成長したんだなって思いました、うん、はい、大人になった。大人になった、うん、もう大人っていうか最近、うん、T2 の中ですごいお母さんキャラなんですよ。なんかそこ絶対目指しとうやろ。目指してねえわ。目指してねえわ。ビッグダディのお母さんみたいな。なんでやねん。ごめん、苦笑いなんですけど。じゃあ最後エミリーどうですか。あ、そうですね、キャプテン。うん、こうやってチーム T2 と4期生でこの公演をできたことがすごく私は嬉しいですって言いたかったです。いい、そうだね。はい、それでは最後の曲聴いてください。大好き。24時間考えてる。大好きなの。
ありがとうございました。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 バイバイ。
皆さんちょっと1年後やっぱり私役者で働きたいので今から飲み続けるので頑張れ私のおっぱいに期待してくださいアンコールありがとうございます。ありがとうございます。アンコール1曲目ロープの友情、2曲目火曜日の夜水曜日の朝を聴いていただきました。イエーイ、ありがとうございます。結構しっとり出てくるんですねこれそうですね、終わったらなんかみたいな感じで出てくるんですねはい、ここでは写真撮影を行いたいと思います。初めてやるこれ、ね、ここまでもうちょっと後ろに下がりましょう皆さん。今日の写真は天神コアの特設会場で販売されるので皆さん記念に買ってね、ぜひ立ち寄ってみてください。軽いなノリが。1枚300円です。300円。しっかり宣伝してくれるねマリア、ありがとう。マリアでも買えるよお小遣いで。ポーズどうしますか。ポーズどうしようか。どうする、ピースでいっか、うん、はい、ピースではま、結構撮るんだね。長いんです。初めてだもんね。まあ、ピース。めっちゃいいじゃん。T4。新しい新しい新しいチームだ。いろいろ意味変わってくるけど、これにしよう。ありがとうございます。お待たせしました皆さん。ご協力ありがとうございました。皆さんぜひ写真買ってください。買ってください。しっかり宣伝するんですねここは。はい、それでは今日の公演の感想を何人かに聞いていきたいんですけど、あの今日劇場公演デビューした学生のうんじょうちゃん。ルル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 、泣いちゃった。ルルルル、前に出ていいんだよ。何十何歳じゃないから。ルルルル、どうでした。ルル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 ル、歌わないで。ルルルル、楽しかった。いや、失敗ばっかりしちゃって。ああ、ルルル、緊張した。ごめんなさい。なんかエメリーさんがすごい怖い先輩みたいじゃないか。リビアン、今日どうした。リビアン、でも可愛かったですよね、うん、皆さん可愛かった。ほらよかったよ。バーコードなんてね、すごくよかったよ、うん、自分めっちゃ合ってた。なんかうんじょうちゃんいつも泣いてるみたいな気がするから、ね、確かにすごいなんか生誕祭みたい。お疲れ様で、ね、これからも一緒に公演ね、頑張っていこう。頑張りましょう。ひまわりがかわいい。泣いちゃった。ルルル。じゃあキャプテンのエミリー、はい、どうでしたか今日。今日はですね、あのすごいここに来るまですごいいろいろあって、うん、あの不安もたくさんあったんですけど、こうやって T2 と4期が一緒になってこうやって公演ができたことがすごく嬉しかったです。はい、ね、嬉しかった。いいコメント。うまく言えたかな。はい、あとちょっと私の
さっきのアンコールでのちょっとエピソードなんですけど、はい、あの火曜日の夜水曜日の朝っていう曲の感想で、うん、私こう回ってあるね、マリア、ビビアン、私で3人で1回目固まるとこがあるんですけど、うん、はい、その時に回った瞬間思いっきりビビアンの足踏んじゃって、微動だにできないからずっと踏まれたままずっとこうタイプするって、めっちゃ気持ちよかったです、ずっとこう気持ちよかったやられたままずっと踏み返したかったんですよ、ね、すごい今さいい空気で終わろうとしてたのなんか思わなかったビビアンそれいる終わりよければ全てよしっていうことでいや終わりが悪かったんですよ今合ってないんだよよかった、はい、これからも私たちが先輩を引っ張っていくぞっていうくらいの気持ちでもっともっと頑張っていきたいと思います。それでは、はい、それでは次の職え、は、え、やだ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 、何何何何もう何もうやだやだよ、本当にやだよ、なんだどうぞ、そんなに何何何ん、あ、いや、言ってくださいふん早く言いましょう、言いましょう、もう早く知りたいの、気になる、吉報、お、吉報って何とは、吉報とは何、吉報はとりあえず言いましょう、はい、すいません手をつなぎながら公演は HKT48 シアターでの新たな面目としてチーム T2 ちょっとチーム T2 プラス研究生の公演とします。やった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 、目指します、目指します、目指しますなんで21日そう12月21日を目指します。改めてこれなんていうの、改めて改めてレッスンに励んでください、頑張ろう、ね、頑張ります、頑張ろうってことは、じゃあ今日ここにいない研究生も一緒に出れるかもしれないし、そう ね, ね, そうだね、嬉しいね、楽しみ、嬉しい、最高かよ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 、嬉しい、やば、もうこれぞ終わりよければ全てよしですよ、そうここで、ここでここだね、嬉しい、はい、じゃあやばい、みんなで頑張りましょう、頑張ります、うん、じゃあねねちゃん、はい、次の曲紹介をお願いします、はい、今日遠くから来た方も近くから来た方も今日この公演21日まで私たちが初日を迎えたことを、あれなんて言うとしたか頑張れ、はい、じゃあ21日にまた新しいメンバーで始まるので今日のこのメンバーを忘れずに21日も楽しみにしていてください、最後の曲聴いてください、遠くにいても、バスを待つ夢だよ
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。この後私たちが感謝の気持ちを込めてお見送りさせていただきたいと思います。係の方の案内があるまでその場でお待ちください。それでは最後の挨拶をしましょう。楽しんでみてください。ありがとう。